笛木優子です。よろしくお願いします。最初のシリーズ、最初の方のシリーズから参加させていただいてるんですが、本当に今回連続ドラマになって本当に嬉しいですし、金曜日の夜8時にぴったりの癒し系のドラマができたなと思っています。宣伝の方たくさんよろしくお願いします。いや、本当にさっきから少しところどころちょっとワード出てるんですけど、ちょっと本当に遠いんですよね、現場が。やっぱり往復4時間ぐらいかかる時とかもあって、でちょっと2時間ぐらい来て現場ついてダラーってなっちゃうんですけど、寺島さんがいらっしゃるとみんなピリってなって、やっぱりすごくいい雰囲気、疲れてますよね結構寺島さんは。そうなんですけど、まあでも本当に皆さん大体こうこんなにキャストがいらっしゃるとちょっと癖のある方とか怖い方がいたりするじゃないですか。でもみんないい人、いい方ばかりで、なので本当に私もリラックスさせてもらって、本当に優しいです皆さん。はい、ありがとうございます。現場はいい雰囲気です。そうですね、私もいろいろあるんですが、やっぱり私、まあ私は置いといて、豪華なキャストの皆さん、それからゲストも豪華っていうことですかね。単発でやらせていただいた時はなんかレギュラーが 5,6 人ぐらいしかいなかったのに、いきなり連続ドラマでこの方もこの方もこの方も出られるんだと思って、すごくいっぱい本当に素晴らしいキャストの皆さんが参加してくださって、やっぱりそこも魅力ですし、絵を見ると本当にこう引き締まってるなって思いました。すごく濃いいいドラマになってるなと思いましたし、ゲストも1話は滝本美織さんとか松田さんが出ていただいて、本当にみんなが出たいなと思ってもらえてるドラマになってるのかなって思いました。最後で今続いて向かって右側に視線をお願いいたします。オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、笛木優子です。ドラマ駐在刑事に内田涼子役で出演します。以前は単発のドラマだったんですが、今回連続ドラマになったということでとても嬉しく思っています。私は休みどころ宮古の若おかみとして出ています。あと山岳ガイドもやっています。このドラマの魅力は周りにいる人たちの温かさや奥多摩の情景、素晴らしい自然の魅力も伝えられるドラマだと思いますので、ぜひ皆さんに見ていただけたらなと思います。金曜日夜8時にぴったりの癒しのドラマになっています。ぜひ見てください。